今シーズンはこの2人は T リーグでは初めての対決になります。去年は1回 T リーグでは顔が合いまして1勝0敗で張本が勝利しています。さあこのグランフロント大阪、まさに大阪のど真ん中に張本智和そして曽根翔登場です。レフェリーは亀井優子さん、そして副審は東島昌也さんです。まあ張本選手も、はい、審判の方とも、はい、曽根選手とも握手シェイクハンドをしておりましたけど、はい、コロナも少しずつ緩和されてきまして、はい、ああいう試合前に握手するシーンというのがやっぱりスポーツマンシップとしてはすがすがしいですね、見てて、はい、さあそして今年もパリオリンピックの選考ポイントに2023-24 シーズンの2023年内での各マッチの勝利のポイントが反映されることになっております。現在のパリオリンピックの選考ポイントは張本が1位で 565.5 です。そして曽根選手の方は現在207.5位ということになっています。まあ、この両者の対戦、そしてこう野島 T リーグ、この後いよいよですね、琉球はまあもう1試合あるんですけれども、その後実はこうアジア選手権であったり、はい、アジア卓球であったり、はい、アジア選手権ちょっとお休みがありまして、また10月の、まあ、中下旬から再開。そうですね、はい、さあ小林さん、この曽根と張本、はい、どういうところがポイントになってきますか。2人ともバックハンドが強い部分が特徴としてございますので、はいはい、その特徴を生かしながら、お互いがどういう、さっきもそうなんですけど、コース取りがやっぱりトップ選手同士になると大事になってくるので、はい、いつそのコース取りで相手を崩して自分が攻撃するタイミングを作るかというところだと思いますね。さあ大阪のど真ん中に張本智和が姿を現しました。こちらも対戦相手は背番号77番 TT 埼玉のエース曽根翔です。張本のサーブ、まず最初のポイントは曽根翔です。今シーズンは初めての顔合わせになります。早速曽根選手のバックハンド2本出ましたね、はいはい、これなかなか難しいんですけどね。素晴らしい、曽根が2002年の12月1日生まれの20歳、一方の張本が2003年の6月27日生まれの20歳、同じ20歳ですが学年は曽根の方が上です。さあ注目の第3マッチ、さあ2オール並びました。張本のサーブ、さあまず1ポイントをリードしました。これ今 3点ともなんですけど、はい、曽根選手バックハンド強打した後のフォアハンドミス、フォアハンドミス、バックハンドミスだったんですけど、はい、もうちょっと甘く返ってくるはずなんですよ、はい、でも張本選手のブロックがとても質が高いので、はい、次のプレーをミスさせられているという形でしたね、はい。まあ、曽根選手の場合はね、いわゆるこう高速バックハンドドライブ、はい、そして、まあ、チキータからの展開という部分でありますけれども、まあ、それに対してやはりこうどうでしょう、張本の方ももう張本といえばどうでしょう、バックハンドですね、はい、ここは打ち抜いていきました。この強烈な、もう一度ご覧いただきましょう、まあ、これがどうですかね、曽根選手の真骨頂の一つですかね、はい、ちょっと今張本の方は首をかしげました。まあ、先週ちょっと体調不良ということで欠場がありました張本ですが、はい、まあ、そのあたりのちょっとコンディションはまだ心配をされるところではあるんですが、今シーズンここまでシングルスは8マッチを戦いまして7勝1敗、ビクトリーマッチ2勝1敗、1つの負けはビクトリーマッチでの負けということになります。まあ、ですからビクトリー以外今シーズン全て勝ったんですよね、はい。またちょっと今首をかしげました。
どうなんですか、この張本選手の今首をかしげた表情というのは。ですね、はい、今素根選手のコース取りがすごく良くてですね、はい、前半はフォアサイドに打ってて、バッククロスに打ってて、はい、さっきの2本はミドルに打ったんですね、はい、それに少しこうずらされている部分があると思います。さあ1ポイントを返しました。素根が5ポイント連続で取ったんですが、張本1ポイントを返しています。これも普通返ってこないんですけどね。セブンフォーです。おお、ここはしっかり張本決めました。そして今また場内の拍手が大きくなってきました、はい、6の倍数タオルを取ります。張本選手の内は、あ、そしていわゆる押しタオルですね、はい、いいですね、はい、あ、レッド、ファイト、セブン。さあここは今張本のサーブしっかりとこれでポイントを取っていきました。1ポイント取って7対6、それのリード1ポイント追い上げています。張本選手のこのサーブはものすごく変化が分かりにくくですね、はい、変化幅もあるのでレシーブも大変だと思いますね、はい、今ちょっとアピールがありまして台を拭きます。関西にはその男子のチームがないんでね、今日はそういった意味ではファンの皆さんにとっても、ね、はい、貴重な機会、スピードとパワーのプレーをご覧いただきたいと思います。さあこれでセブンゴールです。サーブエース2本ですからね、はい、昨年から3年契約でこの琉球アスティーダチームに加入をしています。張本智和セブン、まあ、2人とも T リーグの前半戦が終わりますとアジア卓球そしてアジア大会へとまた進んでいきます。ここはちょっと今苦笑いの、ね、表情を見せました。張本一方染めしっかりとポイントを取りました。タイトル、まあ、ですからこう張本も離されるんですがまたすぐにこう、はい、そうですね、追いつくという展開を見せています。ここサーブ2本なので、はい、その選手からしたら1点は取りたいというところですね、はい、その多彩なサーブを見せています張本。3球目今のがミドルに入ったのがコースが良かったですよね、はい、石川監督立ち上がりました。さあこれでまた1ポイントリードしました素根翔です。いやーなかなかしかしこの辺りは取ったら取り返すという、はい、そうですね、はい、素根選手は自分がサーブ持った時にですけど、はい、ロングサーブも巧みに織り交ぜながら、はい、張本選手の得意の強烈なチキータを封じているので、はい、ここはサーブチャンスですね、はい、さあ9オール9対9になりました。第4ゲームまではこの T リーグ各マッチデュースはありません。フォー、はい、さあこれで先にゲームポイントを握ったのは攻めかけるデュースはありません。しっかりと攻めが取りました。第3マッチの第1ゲームは11対9で TT 埼玉の素根翔が取りました。ゲームカウント1対0 TT 埼玉がこの第3マッチまず第1ゲームリードです。なお競技中の動画撮影は2対
さあ小林さん、結局この第3マッチの第1ゲームはまず、はい、素根がポイントを取りました。そうですね、中盤からミドルをよく攻撃できていたのと、はい、まあ、終始素根選手は自分から先手を取って攻めようという形ができていたので、はい、素晴らしかったですね。最後 あのストップレシーブを、はい、相手のフォア前に持ってストップしたんですけど、その時でも少し横回転を入れる工夫をしてありまして、それで張本選手がちょっとそれに引っかかってミスしたという形だったんですけど、はい、細かいところもうまく処理しながら大きいプレーもよく振り切れているので、素根選手すごくパフォーマンスいいと思いますね。はい、まあ、いわゆるその素根を応援する黄色いタオルも掲げられておりますグランフロント大阪の今日の客席です。今日はご覧いただいておりますように大阪の、まあ、まさにこう中心梅田のショッピングゾーングランフロント大阪で行われています。2013年の4月の26日に開業されましたから今年で10年ということになります。およそ260の店舗にオフィスホール、ホテルという商業施設、まあ、ですからね、岡山とかは埼玉もそうですけどこういうショッピングセンターでね、試合が行われたりもするんですが、はい、まあ、改めて小林さん、ここまででどうですか、こういう絶対いい企画ですよね、はい、これ素晴らしいと思いますね、これは、はい、本当に。さあ、そして今第3マッチの第2ゲームです。それのサービスから、まず最初のポイントしっかりと取ったのは素根翔です。今シーズン7勝1敗の張本、3勝1敗の素根。逆にどうですかね、ここまでの張本の動きを小林さんはどう思いますか。まだギア全開ではないと思いますので、はい、今この会場の雰囲気、はい、と相手の調子、自分の調子、うん、いろんなものを測っている状況だと思います。はい、ちなみに今シーズンの張本選手なんですが、はい、篠塚選手に 3-0、 松下選手に 3-0、 そして、宇田選手にも 3-0、 森園選手に 3-0、 戸上選手に 3-0 ですから、はい、まあ、前節は体調不良で休んだんですが、それまではシングルスは全て3勝0敗 3-0 で勝っているということで、はい、ゲーム取られたのはこの実はそれが今シーズン初めてなんですね。そうですね、はい、3対2、素根ワンポイントリード。ナイスプレー。はい、一方、TT 埼玉の素根選手の方、今シーズンはダブルスも出場していまして、ダブルスは4マッチで1勝3敗という成績が残っています。前節の8月20日の岡山戦で、ただ素根選手は去年 MVP のハオシュアイ選手をストレートで破っています。ですからどうですか、こういわゆるこう1週間の中で好調をまだしっかりとこう、はい、そんな雰囲気、そうですね、その雰囲気見えますね、はい、選手好調ぶりが見えますね、はい、ビクトリーマッチでは今シーズン1敗を喫している張本なんですが、いわゆる通常のマッチではまだ今シーズン負けがありません。になりました。まあ、小林さん解説の中でね、張本選手の方はギアがまだという話をされましたけれどもね。そうですね、はい、ここもいい形で決まりました。いいですね、はい、その選手本当にそういう意味ではこう積極さが目立ってますよね。そうなんです、そうなんです。ハオシュアイ選手にも、はい、ハオシュアイ選手よりもよ、はい、いいプレーが出て勝ったっていう試合だったので。はい、すごい好調が伺えますよね、はい、一方の張本選手は今シーズン初めて第3マッチの第1ゲーム、ゲームを失いました。ここまではビクトリーマッチ以外は全てストレートで勝利しているという今シーズンの張本だったんですが、レッド4-7、ここは逆にレッド、張本ちょっと首をかしげながらもポイントを取りました。
まあ、卓球選手というのはこう T リーグがあって、そして来年のパリオリンピックがかかってますので、そのいわゆるポイントという部分では海外への、ね、大会転戦があったり、はい、こう1年オフないですからね。そうですね。あ、さあここは連続して張本がポイントを取って、どうでしょう、この辺りで張本がこうじわじわと、はい、そうですね、はい、少しだけバックハンドで攻める形を今増えてきているので、はい、その選手もちょっと警戒していると思うんですけど、その分ストップレシーブが効いてくると、はい、効果が出てくると思いますね。追いつきました。7対7、セブンオール。このプレーも出ているボールを見逃さず、はい、その選手もいいコースにサーブ出したんですけど、はい、これも選手さすがでしたね。さあこれでとうとう張本が逆転に成功しました。4ポイント連続で取っています。あ、そしてなんかこう何かこうまた会場の雰囲気も一段と上がってきました。3球目、これで9対7、はい、さっき中盤でバックハンドで2発張本選手攻めているので、はい、やっぱりこうそれを警戒した曽根選手がちょっとこう受け身になるという形、受け身の状態から、はい、無理やり積極性を出すという形、はい、それで自滅のプレーが今増えてますね。あ、こういうのですね、はい、さあこれでゲームポイントです。後ほど今のちょっとその無理やりの積極性という話もね伺えればと思いますが、はい、さあゲームポイントです、張本。しかしここは大きく超えていきました。あ、今何かちょっとアピールがありました。フラッシュ、フラッシュですかね、はい。まあ、確かに今日はずっとこう取り囲む、ね、はいはい、形と一般のいわゆるこうお客様というよりは観覧でね、はいはい、いっぱい見ていただいて、はい、ありがたいですね。まあね、なかなかこう見られない光景ですから、写真に収めたいという部分もあるんでしょうが、ぜひこうフラッシュはご遠慮いただきたいと思います、はい、さあゲームポイントは続いています、張本智和。集中して3球目、あ、ここはネットだ。点ない、10対9になりました。さあ今タイムアウトですが、小林さんから先ほど、ま、いわゆるこうちょっと強引な形での無理やりのこう積極性で崩れていくパターンがあったんですが、はい、そうですね、これも少し具体的に、ですね、はい、張本選手のチキータが前半少なかったんですけど、はい、ストップレシーブが多かったんですよ。それを曽根選手が前に入っていって攻撃を先に仕掛ける、はい、で仕掛けてたんですけど、先に張本選手に仕掛けられることによって、はい、曽根選手はちょっと台から離れた、はい、離れたところから今度は前に入っていったプレーが、はい、さっきとはちょっとずれて入っていくので、はい、ポロッというミスが出てくるんですよね、はい、でもそれ入れてるだけだと攻められるの分かってるので、はい、何か仕掛けようとした時にずれてるのに仕掛けるとミスが出るんですよ。でぴったり合ってる時に仕掛けると、はい、どんだけ高度なことしてもこのレベルになるとちゃんと入っていくんですけど、ね、ずれたところがだとどうしても難しくなると、はい、先ほどまでバックハンドで先手を取っていたものがちょっと意識をしてフォアハンドで回り込もうとすると、はい、でそれも、バックで行こうかな迷いながらフォアで回って打ちに行くので入りそうなボールが入らないという形が少しずつ崩されているというところが今見て取れましたね、はい、さあそのお互いの駆け引きの中でタイムアウトがありまして10対9、張本第3マッチの今第2ゲームのゲームポイントを迎えているという状況です。まあね、まあ、コロナ禍も明けていわゆるこう声も解禁になった中での今日の一戦になっています、はい、さあ大きな拍手、張本ゲームポイント。サーブは張本、レシーブがアニソネ、しっかりとここは最後張本決めました。第3マッチの
第2ゲーム、ここはしっかりと張本智和が取っています。ゲームカウントこれで1対1になりました。放送席の解説には明治大学 OB で、そして全国高校選抜では優勝、インターハイは団体2位という小林哲平さんをお迎えしてお送りしていますが、あ、さすがやっぱり小林さん、はい、しっかり返してきました ね、 そうですね、やっぱり最後あの受け身にならずに自分から攻めたのがさすが素晴らしかったですね、はい、あとタイムアウト明けっていうのは、はい、ああいう長いサーブから入ることも結構多いので、はい、あのその選手も当然警戒してたと思うんですけど、はい、やっぱりそこをきっちりいいサーブを出して相手が攻めれないようなボールに先に攻めたというところがさすが張本選手でしたね、はい、まあ、タイムアウトはね、まあ、いわゆるこう自分がどちらかというとここがポイントだっていう時に取るんですが、ええ、逆に一緒にこう戦ってる相手も取るわけですからね。そうですね、はいはいはい、まあ、そのあたりでまあどうお互いが冷静に立ち直し立て直しをしてきたのかという部分ではあるんですが、ね、まあ、でもそういう選手本当にいいパフォーマンスしてますので、はい、もうまあ多少リスクはありますけど、はい、自分から攻撃的に点数を取りに行くという姿勢をですね、張本ツースは、ほしいですね。現在パリオリンピックの選考ポイントでは張本もダントツの1位ということで 565.5 ポイントです。まあ、ですから、ね、こういった形のオリンピックも選考になりまして、まあ、いろいろとこう話題といいますかなっているんですけれども、はい、選手にとっては本当に、ね、確実なポイントになるわけですよね。一試合一試合が勝負って感じですね。あ、しっかりここは張本が反応して、そして最後攻めのボール、ここは切れていきました。ワンオールです。ここで張本が反応して、そして最後はもう小さくガッツポーズを見せました、ね、1ゲーム目はあれがノータッチに抜けてましたからね、はい、ここは今ちょっと思わず天を仰いだ、はい、そして一方の曽根は吠えました。曽根選手のサーブの配球もいいんですよね、はい、このフォア前に短いサーブとバックに長いサーブ、はい、この配球ですね。さあここはまた1対1から曽根が連続でポイントを取りました。1対3、ワンスリー、今度は張本のサーブです。最後しっかりとこう変化をつけていきます。はい、今上手でしたね、はい、回避のつけ方が、はい、速いボール、速いボール、緩いボールというでしたね、はい、3ポイントリードになりました。第3マッチの第3ゲーム、どうですか、やはりこう第2ゲームと第3ゲームの間にしっかりそれの方はこう切り替えができたんでしょうかね。そうですね、あのおそらく2ゲーム目の中盤からちょっと受け身になったところがですね、はい、本人もあの悔いてると思うんですけど、はい、3ゲーム目はまた自分から積極的にいってますね。4ポイント連続で取っています。本当サーブの配球がいいですね、はい、さあこれでまた張本が流れを引き寄せることができるか。1ポイントを返しました。これは今ストップじゃなくて深く長く突っついたんですね、はい、突っつきですか、そうですね、はい、ちょっと深めに入れましたね、このチキータさせるのは嫌なんですよね、はい、その選手からしても、まあ、お互いにね、まあ、チキータからの展開っていうのは得意の一つですからね、はいはいはい、さあここが張本としては流れを呼び戻したいところ。あ、変化をつけてきたんですが、ありました。そうですね、今の曽根選手も張本選手のフォア前にストップというその選択がすごく良かったですね、はいはい、ボールが越えていきました、はい、そして思わずもうちょっと後点を追いだ形になります張本です。7対3、曽根のリードは4ポイント。
第3マッチの第3ゲーム。ここは張本粘りました。7-3、8-4 の4点というのは、はい、もう本当にすぐひっくり返る4点なんで、はい、ここはセブン選手攻め手を緩めずですね、はい、積極的にいってほしいですね。一方張本選手はここ1本レシーブしのげば、はい、次サーブ2本回ってくるので、はい、あっという間にセブンボールという形もチャンスあります。大きなポイントの一つになりそうです。もう思い切ってきました。投げ切りましたね、はい、今でもサーブの配球良かったですね、はい、もう前落ち着いて今タオルを取ります。それです、これ攻め切りましたね、はい、さあ、うん、これで8対4になりました。素晴らしい。さあこれで9対4、素根のリードは5ポイント、さあこれでゲームポイントを迎えます。たちまちゲームポイントを迎えました素根翔です。第3マッチの第3ゲーム、ここは11対4という差が広がりました。曽根翔が取りました。ゲームカウントは2対1です。曽根翔、TT 埼玉がリードしています。さっきも最後の方バックハンドで積極的に曽根選手を攻撃できたんですけど、はい、あれがさっき言った難しいボールなんですけど、はい、あそこに来るって予測もできてたので、はい、届いて間に合う準備あるときは難しくてもきちっと入るんですよね。ああいうプレーが出てるときって調子いいですよね、まあ、本当に卓球は予測のスポーツとも言われるんですけれども、はい、そのこう先手先手先手を読んでいくんですね。そうですね、はい、そうなんです。なので調子の良さっていうのは決して動きの良さだけじゃなくて、ね、はい、頭がどこまで冴えてるかというところも良さの一つですよね、はい、こちらは今琉球アスティーナのベンチをご覧いただいています。いいですね、会場盛り上がってますね。でいつもはですね、こうそれぞれこうコートの後ろ、はいはいはい、それぞれにこうベンチがあるんですが、ね、今日はまさに個別特集というか、はいはい、こういう会場ですので隣同士に ね、 そうですね、はい、ベンチがあります。こちらが背番号6番をつけました張本、77番をつけました曽根翔です。日本のエース張本、そして、まあ、それに追いつけたばかりに時代のエースを狙っています曽根翔です。さあ曽根のサーブからこの第3マッチの第4ゲームが始まります。まず最初のポイント TT 埼玉曽根。さあこの第3マッチの第4ゲームですけれども、はい、この第4ゲームのポイント、そうですね、曽根選手が、はい、早速張本選手のミドルからサーブをスタートしました、はい、フォア前とバック流しの効果があるので、はい、ミドルからスタートして、はい、今までの流れとこれからの流れを構築しているところだと思います、はい、一方張本選手は もちろんここでちょっと声も今出てきましたよね、はい、でまた少しずつこう自分の形を作っていこうとしていると思いますので、はい、積極的なプレーが増えていくと思います、はい、まあ、かつては、ね、その声出しのバロメーターといいますか、声出しも一つこう調子のバロメーターと、はいはいはい、今みたいにバックハンドを積極的に振っていけばですね、はい、確実に自分の形になってきますよね。3ポイント連続で取っています張本。いいナイスプレー。思わず今ちょっとこう両手をこう何かこうね畳むような、曽根選手、はい、これ本当連続で攻撃することって簡単なことじゃないんですけど、はい、本当に素晴らしいプレーでしたね、はい、さあこれでまた
2ポイント離します。4対2になりました。友和という赤い内輪、そして隣の方は背番号6番張本選手の押しタウン。張本選手も次サーブになるんですけど、はい、フォア前に短く、はい、ナックルといって回転の少ないサーブ、はい、でバックに長く、このどちらかで自分がバックハンドで攻める形を作ってますね。これですね、これですね。この形がやっぱり一番今、はい、うまく出てますね。この形でリズムを作りたい、ポイントを取っていきたいという張本です。ネットです。今は2人ともですけど、はい、バックハンドはクロス、バッククロスで行うことが多いので、はいはい、ここから先にどうストレートを使うのかというところも見ものですね、はい、さあここはしかし張本しっかりポイントを取っていきました。全日本では準優勝、ただ前回行われました T リーグ個人戦ではシングルス優勝ということで着実にパリオリンピック選出に向けて動いています。ここは 7-3 です、まあ、ですからちょっとこう緊迫したところではこういったところがこう何かこう命取りといいますかね、はい、そうですね。7対3、張本のリードは4ポイント。何か小林さん、こうゲームごとにちょっとどうですか、波がやってくる感じですか、両者に。まあまあ、はい、今張本選手が、はい、サーブの配球が前とバックに長くうまくいってまして、はい、そういう選手は一方今ずっとミドル前とミドル長く出してるんですけど、はい、そのサーブからの展開が、はい、取れてる方が今リードしてるという形です。なので今、4本差ですけど、はい、その選手がここでもう一度フォア前とバックに長くに戻すのか、はい、こうゲーム面を見据えてこのまま我慢してミドルから進むのか、はい、あここはしかしサイドネットになります。これで小林さん3ポイント差になります。張本選手はやっぱチキータをさせたくないんですよね、はい、お互いもそれぞれがチキータからの展開を得意としています張本、そして素根。ここはしかし張本にポイント、ね、されたくないですよね、はい、その今サーブの配球だけだと思うので、はい、その選手はちょっとそれを意図的に変えているのかちょっと見失っているのか。9対5になりました。張本リードは2ポイント、4ポイント。さあこれでゲームポイントを迎えます。張本智和です。第3マッチの第4ゲーム、ここは11対5で張本が取りました。ゲームカウントは2対2。さあいよいよ勝負は第5ゲームということになります。この後最終ゲームを行います。最終ゲームは6対6からのスタート。ナイスボール。10対10のデュースの場合は2ゲームから進まで試合を行います。グランクロン大阪から野島 T リーグ琉球アスティーナ対 TT 埼玉の一戦をお伝えしています。現在勝ち点13、2位の琉球アスティーナ、現在6位、勝ち点4の TT 埼玉の一戦。放送の解説は明治大学 OB 男子ホープスナショナルチームコーチの小林哲平さんです。お互いにですね、はい、相手のフォア前、バックに長くですこのサーブの展開がもう自分たちの形に持っていける一番最善の部分だと思うので、はい、そこをうまくお互いにこう先手を取り合えるのかというところが勝負の鍵になることと、はい、バッククロスでの戦いが多いので、はい、どのタイミングで相手のフォア側ストレートをですねうまく使えるかというところがポイントになると思いますので、はい、ぜひシックスオールから の早い展開になりますので、はい、注目してみていただきたいですね。この T リーグでは最後のいわゆるゲームマッチの最後のゲームは6対6からということになります。ただデュースはあります、はい、ただこれ1ポイントを先に取る取らないと重要になってきますが、そうですね、さあ大きな拍手が湧いています。
張本のサーブです。あ、まず張本取りました。長いサーブが効いてますね、はい、まず最初のポイントは張本取りました。6対6からのスタートになります第3マッチの第5ゲームです。さあそしてこの第5ゲームを琉球アスティーダ張本が取ればこの今日の試合琉球アスティーダ勝利ということになります。なんとか曽根としては粘りたい、張本としてはこの第3マッチで決着を自身そして琉球もつけたいところ。取れ、まあ、ですから本当にこの第5ゲームというのは大きな意味を持つ、はい、本当です。はい、まあ、そこで曽根選手からしたら、はい、次はいいチキータはされたくないと思っていると思うので、はい、さあそれをどうサーブを配球するかってますね。曽根のサーブ、時短を踏んだのは曽根、吠えたのは張本。やっぱりあのチキータはされたくないですよね、はい、タイムアウト。さあここでタイムアウトになりました。サーブの配球が急にやっぱミドル寄りになったんですよね、はい、布石にしているかと僕は思ったんですけど、はい、今のももっといいフォア前だったんですけど、はい、若干甘いんですよね。さあこの第3マッチこの第5ゲームを取れば今日は張本の勝利だけではなくて、琉球アスティーダ8点3この試合勝利ということになります。一方の TT 埼玉としてはここはなんとか粘って第3マッチを取って、そうですね、第4マッチ以降ビクトリーにまで持ち込みたいところ、はいはい、ただ曽根選手最後2本サーブありますし、はい、ここ1本でも取れればというところですけど、はい、張本選手さっきあの2本ともバック長いサーブいってるので、はい、まあ、バックバックミドルにもう1本長いサーブと、はい、あとはフォア前にナックルサーブを出して先に先手を取るというですね、はい、4ゲーム目に最後にフォアハンドで決めましたけど、あの展開にどちらかが来ると思います。さあそして小林さん、いつの間にか2階席3階4階、ね、たくさんのお客さんがこうコートに目をやってますね。ああこれです、これです、素晴らしい、ありがたいですね、はい、白熱のまさに大阪梅田決戦になりました。琉球アスティーダ対 TT 埼玉です。あと2ポイントで今日は琉球アスティーダの勝利、一方 TT 埼玉としては第4マッチビクトリーに持ち込みたい。さあマッチポイントです。やっぱ強気な時はこれがありますよね、はい、さあそして琉球アスティーダ勝ち点3ゲットまであと張本の1ポイントになりました。この瞬間両手を上げた張本、そしてこの大阪の真ん真ん中梅田で張本がそして琉球アスティーダが勝利を挙げました。これで張本はシングルス8勝目、そして琉球アスティーダ勝ち点3を挙げたということになりました。両手を挙げました会心の張本。第3マッチはゲームカウント3対2張本智和そして琉球アスティーダが勝利しました。グランフロント大阪から琉球アスティーダ対 TT 埼玉の一戦をお伝えしています。ご覧のように第1マッチ第2マッチ第3マッチを取りまして琉球アスティーダ8点3です。まあですから琉球アスティーダとしては上に木下マイスター東京がいますので第4マッチも制して8点をしっかりと4取りたいところです。一方 TT 埼玉としては、まあ次の試合のことも見据えましてなんとかここでこの第4マッチを取りたいというところなんですが。